ヘルタ・ベルリナー・シュポルト・クループは、ドイツの首都ベルリンに、本拠地を置く、サッカークラブ。ヘルタとは、船の名前が由来で、クラブのエンブレムも、その船が掲げていた旗が、モチーフになっている。クラブの通称はヘルタもしくはヘルタ・ベルリン。 1927から28シーズンで、ドイツサッカー選手権で決勝に進出したが、ハンブルガー SV に2から5で敗れ、準優勝に終わっている。ガソの翌シーズンから2連覇を達成している。しかし、1945年からの2プラス4、条約によりベルリンは、占領地となり、クラブは長く私服の期間を過ごす。かつての名選手で、 VFB シュトゥットガルトのゼネラルマネージャーだったディーター、ヘーネスが1996年に副会長に就任するとチームは躍進を遂げる。就任当時はスタッフは数人しか在籍していなかった。1996から97シーズンにブンデスリーが2部で3位となり、1990から91シーズン以来となる一部昇格を果たした。 1998から99シーズンにはリーグ3位となり UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に成功する。1999から00シーズンは UEFA チャンピオンズリーグに予備予選から参戦。アノルトシス・ファマグスタを破って予備予選を突破し、一時リーグはチェルシー、AC ・ミラン、ガラタサライと同じグループとなった。ホームで。 チェルシー、ミランを撃破するなどの結果を残し、1次リーグを2位、通過。しかし、2次リーグでは、FC バルセロナ、FC ポルト、スパルタプラハと同じグループとなり、6試合を戦って2分4敗の成績で2次リーグ敗退となった。その後は、優勝を目指すため、大物選手を補強していったが、2003から04シーズンには、これが裏目に出てしまい、 結局は12位でリーグを終える。翌シーズン以降は、お名変上して上位に食い込むものの、2006から07シーズンは終盤戦に失速し、10位に終わった。2007年夏には FW アシュカンデヤガーや m f ケビン・プリンス・ボア・テングなど若手の主力を放出したが、苦しい台所事情から積極的な補強は、できなかった。 FC チ中リヒで2連覇を達成した、ルシアン・ファブレ監督と3年契約を結び、ユース出身者や若手を重視して、シーズンに臨んだ。この頃から補強も現実路線に変更しており、後に2008から09シーズンの躍進につながった。2007から08シーズンは、若手 MF、パトリック・エベルトが順調な成長を見せ、2008年1月に、 獲得した MF5 以降カチャルが、後半戦のすべての試合に出場するなど、若手主体の強化方針は一定の成功を収めた。2008から09シーズン、フェアプレー枠により出場した UEFA カップのグループリーグは2分2敗で敗退した。UEFA カップ参戦によるリーグ戦への悪影響が心配されたが、22節から約1ヶ月の間首位に立つなど、 大きなサプライズを残した。しかし、この頃から、ヘーネスとフロント上層部との対立、ファブレの不可解な采配が大きく影響し、終盤に失速して、結局4位でシーズンを終えて、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得することになった。シーズン終了後には、クラブ上層部との対立によって、長年チームの強化に携わってきたヘーネスがクラブを、 去っていった。2009年夏、FW、アンドリー・ボロニンと FW、マルコ・パンテリッチの、両エース、守備の要である DF ・ヨシプ・シムニッチが対談し、前シーズンのごたごたが、チームに少なからず影響したこともあり、2009から10、シーズンは最下位で二部降格となった。2010から11シーズンは、キャプテンのアルネ・フリードリヒの遺跡もあったが、 マルクス・バッベル監督が早期にチームを掌握し、2部で優勝を成し遂げ、1年での一部復帰を果たした。しかし契約上の問題から2011年12月18日付で、バッベルを解任。後任には、ミヒャエル・スキッベが就任したが、就任後5試合で一勝も上げることができず2012年2月12日に、解任された。その後、 オットー・レイ・ハーゲルを監督に迎えたがこのシーズンは16位に終わり、2部3位のフォルトゥナ・デュッセルドルフとの入れ替え戦に敗れ、1シーズンで2部に再び降格した。よする深いを新監督に迎えた2012から13、シーズンは2部で優勝を成し遂げ、1年で一部復帰を果たした。2013年夏の移籍期間には細貝萌え。 2014年の夏の移籍期間に原口元気が加入した。ヤーステイン22ラザロ20シュタルク5レキク4プラッテンハルト21マイヤー23ルステンベルガー28カルー8ルダ10イビシェビッチ19ゼルケ27中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を 星印は、e、EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。